李氏怒は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家。李博夏の長男で、京都ら君李作用の孫、純州の鳩子にあたる。後継ぎがいなかった叔父の寛永君、李じめつよしの養子となる。高所十三年に、庭師門下に、陛下で合格した。以降は、公会堂観察し、京尚南道観察しなどの養殖を歴任し、三つ竹四年に、宮内府教弁となった。 公部8年2月23日には外部大臣処理として中間日本講師の林ゴンス助と日韓議定書に調印し3月26日には日本国法兵大使として日本へ渡った帰国後は法部大臣、継承閣学士、ハンドンネイフジ、教育部総監などを経て三つ竹9年には農商工部大臣内部大臣となったまた内部大臣として 第二次日韓協約に賛成、調印に署名したことにより、木の富五族の一人として、休断され、月光した反日団体によって、自宅を焼き打ちされた。後部十一年五月に、中枢委員顧問に任命され、日韓併合条約締結後の1910年10月16日に、朝鮮貴族として、君一等伯爵に列せられた。1928年に58歳で死去。 肖像与を送られた。2002年に発表された新日派708人名簿と2005年民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に選定された。2007年に新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為195人名簿にも選定されている。 原型不規略。ありがとうございます。